10年ぶりなのかな。宮崎駿監督。えー、まあ、新作の長編として、4月14日に公開されましたね。君たちはどう生きるか。はい。死者、あの出来上がったっていう、あの、情報が来まして、で、よかったらいかがでしょうかということだったので、ぜひぜひ、じゃあ行かせていただきますって言って、その時に、見終わった。 おーなるほどこういうふうに仕上がったんだへえと思ってたら、えー、プロデューサーの鈴木さんがスクリーン前にこうふっと現れてあの本当にありがとうございましたっていう、まあ、その言葉の後に、えー、今回ですね、えー、一切宣伝を行いませんみたいなことを <laughs> 発表されてえ あ、そうええー、すごいな、それ。っていうリアクションを取ったのを今でもすごく鮮明に覚えてるし。うん。でもまあ、その、観客の方にまっさらな気持ちで見てもらいたいという思いから、そういうふうにしたそうですよ。はい。まあ、あの、僕も、ほんの少し参加させていただいたんですけども、いやまあ、相変わらず、 の雰囲気のスタジオジブリでしたし、宮崎監督も、ああ、もう普段からそのエプロンはされてるんですねっていう状態で再会を果たしたんですけど、はい。まあ、あの、本当にスムーズに作業は、はい、進みまして、ほんの数時間で、うん、スタジオジブリを後にしたっていう、 感じでまあちょっとあのその時に撮らせていただいた監督とのツーショットをあのまあしばらくの間携帯の待ち受け画面にもしていたんですけどもまあそうですねじゃあちょっとタイミングがあったらそちらのお写真を、はい、SNS の方にも上げさせていただこうかなと思いますので楽しみに待っててほしいと思いますはい